県内は大気の状態が不安定になっています。雷を伴って1時間に40ミリの激しい雨が降るところもある見込みで、土砂災害などに注意警戒が必要です。台風10号は昨日熱帯低気圧に変わりましたが、今日の県内は南下する前線の影響で大気の状態が不安定になっていて、雷を伴って1時間に40ミリの激しい雨が降るところもある見込みです。明日朝までの24時間に予想される降水量はいずれも多いところで80ミリとなっています。気象台は雨雲が予想よりも発達したり停滞したりした場合は警報級の大雨になる可能性があるとして、土砂災害や低い土地の浸水などに注意警戒を呼びかけています。